さあやっていきましょうか、桃太郎電鉄ワールド DS 版のやつですね。新作じゃなくて、はい、まあ、新作に向けての練習って感じですかね、今回は。はい、というわけでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。A ボタン、はいはい、まあ、続きからじゃなくてみんなで、まあ、みんなでじゃないと4人でできないから、みんなでにしよう。はい、みんなでにします。で、一大対戦、はい、もちろん知ってるよん。で、まあ、もちろんいつもの桃鉄でございますね。で、50年が今回最高なんですよね。100年じゃなくて50年が最高なんですよ。だからまあ50年でやっていこうかなって思います。で、まあ、人間プレイヤーはあの後で、あの僕一人に、はい、したいと思います。で、2人、あ、4人じゃないとダメか、これ全部人間にして後でコンピューター変えましょう。名前か、やべえな、何も考えてなかったな何も考えてなかったな、やべえな、何も考えてなかったぞ。はい、センスゼロの名前ですいません。はい、とりあえず僕は今日からウタちゃんですね。はい、今日から僕ウタちゃんになります。私は最強なんでね、はい、最強になります。で、やだわ社長っていうことで、やりたくないんでしょうね、多分ね。社長やりたくないんでしょうけど、まあ、仕方なくやってると。うん、でもお前も社長と、はい、まあまあ、なんかあんたが社長って前なんか どっかでやった気がするから、その友達ですね、多分ね。はい、お前も社長と。で、はい、ゲボカス、はい、悪口、はい、オッケー、はい、いきまーす。これでいきましょう。シャッフルはしないですね、このままでいきましょう。で、50年マックスやりましょう。いけるかね。はい、セーブします。正直ガチなこと言っちゃうと、僕ワールドはもうね、ほぼ覚えてないです。何にも、ほぼ何にも覚えてない。マジで何も覚えてないんだよね。真面目なこと言っちゃうと本当に何も覚えてないですまあでも、まあ頑張ろうかなとはい、頑張ります。1000万円持って5つの大陸を駆け巡り平和な開発を始めてください。はい、了解です。なんで毎回1000万しかくれないんだろう。70億ぐらいくれればいいのに、ね、最初。はい、どこ、キューバ。なんか結構めんどくさそうなとこ一発目なんだか、ね、なってない、これ。うわー、懐かしい、これ懐かしいな。 DS の桃鉄の何年ぶりだろう、これ。まあ、正直もう本当に覚えてないんで、実質ほぼ初見ですね。まあ、初見ではないんだけど、もちろん50年マックスプレイを20回ぐらいやってるはずなんだけど、もう覚えてないです。はい、何年も前の話なんでね。なんか旅行の時とかの車とかでね、やってました、後ろの席でずっと。で、設定変えるだね。はい、で、こんな感じですね、今回コンピューターが。はい、天の尺、豆鬼、ラッキー、吸血鬼、陽気、変魔と、なんか結構癖強いよね、今回。じゃあいつも通り、あれです、ルーレットです。はい、まあ、こんな感じですね。こんな感じのやつです、いつものやつですね。まあ、ちゃんとなってんじゃないかな。はい、豆鬼、あ、天の尺か、今回天の尺もいるからね。天の尺、豆鬼、ラッキー、吸血鬼、陽気、ヘイマと。はい、じゃあこれで回します。はい、コンピューター変えました、ちゃんと。さっきのルーレット通り、天の尺、陽気、火、天の尺いやー、天の尺ばっかりなんですけど、天の尺ばっかりは嫌ですよ、正直。やりたくないぞ、もう。すでにちょっともう嫌な予感しますね、こいつ。まあ、厄介なのは絶好調になった後なんだろうけど、そう、一応今回も絶好調あるんでね、ワールドもね。じゃあ行きましょうか。さあやってきまーす。わあ、もういるんだよな、後ろに俺の後ろにいるんだよな、なんか変なやつが。まずマップ確認しよう、どこら辺。うわ、ちょっとマップ、はい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 、どう行くのがいいの。あ、これか、これか、これか、目的地。これはこっち側行く感じか。結構めんどくさそうだな。あれ、マイナス駅自体はそんなになさそう。2箇所だね、マイナス駅は。 OK、 わかりました。まあ、とりあえず向かいましょうか。オッケー、行きましょう。向かうでいいのかな、普通に。あ、そっかそっかそっか。飛行機の曲は USA のやつなんだね、これね。うわー、急行系欲しいね。あー、なるほど。さよなら。知らない。作る系は中国ちゃうん。おいー、やっぱりな、中国作る系優秀だもんな、普通に。めっちゃ優秀だもん。はいはい、あれ10万円、はい、集金。うわ、いきなり2倍マン来てんじゃん。くたばって早く。もう2000万だよこいつ、正直。くたばって、単純にくたばってお前。うわ、強っ。エンジェル、初手エンジェル強ない。
このゲーム確か初手エンデル、初手エンデルってなんだ。いや強い強い強いって、エンジェル強すぎでしょ。もう5000万って、キモいって、お前もでございますお前もでございますっていう文章ちょっと面白いな。はい、そうなんだよな。陽気比だってあれだもんね、20周年の時に2段だったもんね。急に貧乏神とかしっかりつけるタイプな、うん、強いって強いって。はいはい、これなんか天の弱ぴったり重なるとなんかもらえるんだっけ、これ奪えるんだっけ、あんまり覚えてないけど。で俺がここで1出せば結構いいことが起こると、なんかそんなんじゃなかったか、もう覚えてない。3、これマイナス席やなあ、どっちみちじゃん。行くか、しょうがない、突っ込むしかないこれ。いやー結構受けるな、ダメージ、結構ダメージ受けるわこれ。あ、これあれか、移動速度をマックスにしてない、マッハにしてないかこれ。正直でもこんぐらいの速度でも全然大丈夫なんだけど、 V の速度に慣れたからかな、わかんないけどね、なんかそんな気もするけどね。いやでも結構やっぱ難しいぞ今んとこ、すでにもう難しいぞ、ちょっとちょっとすでに難しいな。あいつらは何してんの。ちょ、保湿しますね、僕、すいません、地べたに座ってるから。まあサイコロ振って、あ、ちょっと一応設定変えるにしてみる、スピード、まあ、マッハ、まあ、マッハにしてみるか一応。はい、6段結構いいよ、早っ、で、早っ、急に速くなった。まあ、カード引こうか。あー、まあまあまあ、でも一本道とかになったら速いって。メッセージ鬼クソ速かったな今。早い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 な、ちょっと待って、メッセージ早すぎるわこれ、読めへん、メッセージこれだと読めんわ、これ早いでいいな、メッセージ早いでいいわ、早すぎ、マッハ早すぎ、うん、早いでいいわ。普通はちなみに初心者向けのスピード遅いわ、あ遅いわ、もう特にないんだね、まあ早いでいいかな。はい、メッセージはちょっと皆さんも読みたいですよね、さすがにね読まなきゃやってらんないよな。これ売り場は、あー、なるほど、これさ、こっから行くんでしょ、こっちから行くでも良さそうだな、これなー、あー、7月か、フランス駅もあるんだけど、カード引こう、カード引こう、なんかいいもんもらえるかもしれへんし。あー、まあ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 、出た、あー、これはオランダ、これ簡単だ、よかった、簡単で、あ、やっぱ早いぐらいでちょうどいいわ、早いぐらいがちょうどいい、メッセージ早いでいいわ。あのさっきのマッハはやばすぎマッハはねやばすぎやね。ワールドって確かね、個人的に全物件独占結構難しめだった気がするんだけど、記憶が正しければね。どうだったかな、ちょっと覚えてないな、50年でいけるもんかな、いけるもんかなこれ、こいつらのクソ妨害をくぐり抜けながらいけるもんこれ。まあ普通に振りましょうか、うおー売り場いける、うわー新幹線とか売ってんな。ただ8月、あープラス駅もどうなんだろう、さよならうんち急行だもんな、売れるカード特にないもんな、プラス駅行こう、8月のプラス駅結構でかいでしょ、よし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 。で10万円集金、いやなんでこいつ1億もあんの、もういや、エンジェルやわ、エンジェル強いな、エンジェル鬼強いじゃん、鬼強いとかよりレベル、いや、お、エンジェル強いって、バカ強いじゃんエンジェル、いや強いって、鬼強いな、おいエンジェルが、エンジェルがなんかいじめのレベルで強いんだけど、なんなんだあいつは、あのこのチンカス野郎は、マジでチンカスだぞお前、なんとこマジチンカスよ。あ、2倍マンじゃん、ナイスナイスナイス、そう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 、そういうの来てくれ、マジで助かった。これ2個怖いね、蛍光使ってもいいな、蛍光使うか、使う、9個使おう。ただ1億5000万もあるとスリ怖いね、今作あれかプラス駅も来るか、スリ嫌やな、あーいらん、
あ、でもあの、そあの、あれなんだよ、次元爆弾が来た時に消せるんじゃなかったっけ、スズメの涙カードって。なんかそんな効果ありましたよね、確かね。いや、ミカエ、いや、お前強いって、強いって、何その強さ。いや、意味がわかんない。もう3億いってんじゃん。キモい、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 あいつキモいって。佐久間、佐久間やん、レベル佐久間やん。もう3億はエグいって。え、なんなんこいつら、マジ単純にキモいんすけど。もう嫌だわ、ほんと。もう嫌やね、マジで。めちゃめちゃなんかエンジェルになんとか対抗しようとしてありがとうございます。3億超えたぞ俺も、やった。やばすぎ。いや、もうゴレ入れるけど、え、これここでうんち打つのどうなんだろう、ちょっと怖いよね。次が怖いもんな。うん、次が怖いね。 5! 戻っても特になんもないな。2マス近づいて2マス遠ざかるだね。これでまたゴレ入れるわ。よし、まあこうするしかないもんな。毎月なんか10万円集金してるけど、なんで言ってんじゃん、売り場。いや、高え、4億も言ってる。ミカエル鬼強えな、これ。マジ強えな、これ、ミカエル。強すぎ、強すぎだよ、これ。あ、でも黄色の圏内入ってきたね。あと6マスや。いや、ちょっと5出したい、ここで。5出そう、マジで。頼む。あー、農林だな。あ、農林だ。農林買っとこう。取られたら厄介だしね。よし、オッケー。で、かつ県内も一応維持はしてるから、まあまあ悪くはねえんじゃねえか。いや、でもこれなんか陽気ひすっと入りそうだな、マジで。ちょっと怖いね、陽気ひすっと入っちゃいそうで怖いわ。すられろ、お前は。早くすられろ、早くすられろ。いや、5億いってんじゃん。あー、確定、うざい。そうだ、引いてたわ、スペシャル。うぜえ。Fuck you。 さあ、こっからどうする。さよならカード打ってもよかったかもな、今な、じゃあ。いやー、貧乏神来ちゃったよ。もうこっからなんだよな。マイアミ。マイアミか。いや、もう能力買ってんじゃないよ、お前。農林は俺のやつ全部。いや、こいつワンチャン次入るやん。もう入るやん次。あざま、あ、でも特急使ったらもう入るね。ほぼ確やん、あいつやば。これさ、これこうでしょこれこうでしょ絶対。良きひじめようぜ良きひじめようぜ17、あの場所で17マスってことは、右側からマイアミ行く方法は多分ないと思うんだよ、これ多分ないでしょ。あ、目的地カードとか引いてる。え、福袋強くね。ワンちゃんも次入るな、じゃああいつ多分使ってくるでしょ、わかんないけど。つけてんじゃねえよ。目的地カードあいつ使うよな。うーわ、次1怖いな。いや、でもこれ行くしかなくね。行くしかないな、行くか。買えるなんか。あー、買えるね。一応持っとこうか。はい、買いやすいね、ここね。あと今度独占しに来よう。はい。うわー、なんかちょっと多めに取られた。100万。まあ100万やけど、言うても。あ、ミカエル割れ、ミカエル割れ、ミカエル割れ。おい、ナイス。あ、でもそっちか。いや、肝心な方が残ってる。でもそろそろミカエル消えるんじゃないこれ。ミカエル一体でなんか8億いくのやばないこれ。普通に。キモくね。はぁ、え、こいつマジでなんなん、こいつマジでなんなん、こいつ。えぐいわ。いや、俺かい、つくの。いや、理不尽だわ。理不尽すぎるもん、そんなの。
理不尽すぎるわ。無理無理無理、そんなん無理よ。これもう被弾するやんこれ。ああ許せねえ。5、6か。もういじめられてるんだけど、なんかさっきやった。あーざす。あーあーよかったよかった。いや一回もらったけどな、もう一回食らったけどね、もう早くも。こいつは性格悪いもんだって、こいつだってか、病気費。あ、もうあっこのナイスカード行くのありだぞ、もうこれ、マジで。何もできへんもん、今。こもるか、こもんのありだぞ、マジで。あ、くたばれ、くたばれ。スリ、スリ、スリ、スリ。はいー、くたばっとけ、てめえはよ。調子乗りすぎだ、バーガー。なんで？あ、今ので借金ってこと？天の尺、お前ちょっとナイスかもしんないわ、それは。ナイス追加攻撃。いや、もう早くもしんどいですよ、結構。もう早くもしんどいですよ。物件買っときたいね、じゃあ。あー、もうここしかない。あー、買われてるわ。じゃあ、カード買おう。あー、特急持っとこう、特急。うわ、指定運賃とか売ってるわ。欲しい。さよなら、いっか。福引きは後で使おう。特急3枚持っとこう。よし。OK。いいね。やっぱ、急行系持っとかないとね。持ち出したら周遊カードとかもね、ちょっと手出せるようになってくるもんね、多分。いや、こいつの所持金えぐいな、ちょっと。エンジェルカードどんだけバランスブレーカーなの？強すぎでしょ。エンジェル強すぎでしょ、これ。よし。行って、まあなんか物件買うなりして、かな。わかんないけど。で、そっから飛行機は全部特急で乗り越えよう。いや、怖え。あ、でも物件はやっぱちゃんと買っといたもんね。6100万もらえる。よし。いや、でもね、ちょっと強すぎだわ、あいつ。やだわ、社長って。なんか、いやいややってる割にめっちゃ強いやんけ、お前。7億もあるやん。どういうことやねん、お前。はい、というわけで、まあ、次回から、本格的に。はい、まあ、初回なんでね、今回はまだね。まあ、初回でもう貧乏神食らったんだけどね。というわけで、まあ、新作発売がね、まあ、ちょっと何日なのか、まだこの時点では分かってないんですけど、撮ってんのまだ5月だからね、これね。はい、なんで、まあ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、まあ、まったりまたやっていけたらなと思います。で、まあ、ぶっちゃけ、なんかアドバイスのコメントとかいただいても、撮ってんのが早すぎるので、まあ、なんでしょう、動画の中では、動画の僕には届かないんですけど、はい、まあ、全部逐一読みますので、はい、まあ、またなんか下手くそだったらリベンジ戦とかやろうかなと思ってますんでね、この DS のワールドね。はい、まあ、というわけで、とりあえず新作まで頑張りたいと思います。50年突っ走りましょう。はい、というわけで次回からよろしくお願いします。